奥にあるのは、あれは玉座。ここは自分のいた世界にあった聖母と呼ばれる場所によく似ている。聖母、それはどういう場所だったんですか？女神ソティスが眠るセイロス教団にとって最も重要な場所だ。この墓所を守るために大修道院が建てられたほどだ。なるほど、そうだったんですね。でもどうしてそんな場所がここにあるんでしょうか？聖母には聖者セイロスにまつわる伝説があるんだ。かつて彼女は女神から力を授かり、この聖母で啓示を受けたという。いわく民を救い導くため、その力を正しく使えと。それを思えばここへ導かれたのは必然なのかもしれない。どういうことですか？互いの絆をより深めるため、ここで試練に挑んでもらう。つまりベレトと戦えということですね。その通りだ。これまでの旅で得てきた力を正しく使いこなせるかどうか見せてほしい。わかりました。迷いのないいい目だ。それでは、行くぞ！はい。全力でお相手させてもらいます。戦いに勝つには広い視野が必要になる。戦場をよく見るんだ。あれは何ですか？あちこちに置いてあるようですが。今から自分があれを破壊していく。君はそれを阻止するんだ。それが試練というわけですね。わかりました。守り抜いてみせます。おとなしくできるかよ！あら、やだ。期待通りに。遠慮なさらず。
でもするわ。油断した。
ださい。上等ですます。あたいと遊ぼうや。しこじょのたしなみでございます。Thank you.
引けないよ。油断はするなよ。
もう後には引けないわ。Thank you.
すれば。結束だ。はい。そんな。もう教えることはない。なんとか勝てました。この試練をよく乗り越えた。素晴らしい戦いぶりだったよ。ベレトに比べれば私はまだまだです。謙遜する必要はない。身も心も十分に強くなっている。もしそうだとしたら、ベレトがたくさんのことを教えてくれたからですよ。さすが先生ですね。教えたか、それはどうだろう。自分には相手の話を聞くことと、踏み出そうとしている背を押してやることしかできない。だからこの成功は今まで様々な選択をしてきたその結果だ。選択の結果、それは少し怖く感じますね。選んだことを後悔はしません。でもいつも正しい道を選び取れるかどうかは分かりませんから。何も心配はいらない。先ほどの試練で心の強さをしっかりと見せてもらった。それに仲間たちもいる。過ちを犯しそうになっても彼らが正してくれるだろう。もちろん自分もそばにいる。ありがとうございます。その言葉心強いです。これからも仲間を信じて歩んでいきます、ベレト。その息だ。さあ次の場所へ進もうか。